シューター金丸から、そして和村、一気に金丸につないでいく。いいプレーですね。はい、スピーディーなボール回しで得点。まずファーストポイント三河です。しっかりボールを回していい形のショットには持ち込みました。さあ三河、金丸のミドルショット、これが決まります。決まりましたね。はい、踏み切ったことは大きいですね。はい、9点差リードは三河。ここで金丸スリーポイント決まります。来ましたね。もう打った瞬間に入る、はい、単体スターターを引っ張ってプレーしていますから、はい、試合を決めようとしますね。そしてブロックシェーファー、素晴らしいブロック出ましたね。ボール三河もしっかりキープをした。ガードなし、かけてうまく抜けていく。強いですね。ギフォードは非常にスピードがあります。もう大きなステップで自ら得点をつかみ取りました。いいローテーションですね。はい、すぐにはシュートを打たせなかったところから後藤のスリーポイント決まりました。ゆったりとオリングバース。高橋、ここもオープンのショット決まっています。3本目いいですね。大阪が中に仕掛ける、そして外ですがスティール。ここも根室選手のいいディフェンスでしたね。はい、見事にボールを奪った。さあ、そしてそこから外のショット、これを決めていく。いや、打たせてはいけない選手、もう一枚いましたね。後半にいい形でつなげる点を作ることができるか。いや、二課選手、これは決まってバスケットカウントになりました。通さないというディフェンスをここも継続する三河。よくボールがここも回ってシェーファーにつながった。このクォーターはシェーファー選手がいい形でオフェンスに絡んで、はい、いいムーブですね。はい、島根のディフェンスのローテーションがやはり少し遅れている部分を、はい、ここもしっかり高いポジションからのラインでしたが、ここはバックアウトに対してトラビス選手がしっかり対応できていましたね。はいはい、そして一気に仕掛けていく島根。ここはなんとか粘って三河を抑えました。ね、コリンズワース選手の、はい、そしてもうここまでボールを運んで叩き込んだシェーファー。シェーファー選手のさらに突き放します。ここは強引にアタック仕掛けたリフォード。リフォードもここ速さと強さ活かします。スティールです。コリンズワースのスティール、そしてアシスト、ウィティングトンにつなぎました。ですね、まだまだ足が動いてますね。はい、まず島根はこのいいショットのシチュエーションを作るところ、作れているショットを決めていきたい。いいですね、ここはインサイドトラビスです。ここで出してきました。ファールありません。なんとかボールキープして得点沈めました。難しいショットを決めてきましたね。ああ、天皇杯敗れた悔しさからかなりそのチームの強度ギア上げてきました三河。